いいね。こちらも北仙台駅の北側、住宅街に佇むカフェ、こがれ香。こがれ香と言いますが、結果から言っちゃうと色の名前です。まるっきり床の色ですね。これがこがれ香色です。そんなこがれ香の人気スイーツが、注文を受けてから一つずつ作るというアップルパイ。アップルパイは、はい、出来たてがね、はい、一番うまいんですよ。もう私が知ってるのはホールを切ってあるのしか知らなかったんですけどこちらはもう上に乗ってるんですね、リンゴが。そうですね。いただきます。うーん、すごいサクサクが。バニラアイスも絡めると美味しいね。そうですよね。さらに温かい中にアイスの冷たさも加わって美味しいですね。でしょ。このカップもすごい可愛いなと思ったんですけど、ね、お店にもたくさん並んでて、はい、こちらは販売されてるんですか。販売してます。ファイヤーキングっていうカップなんですけど、はいはい、アメリカのアンティークのカップです。上の段下の段は、はい、お客様がそこでうちで買ってくれたものをお店で使うということで、はいはい、マイカップということで、そうなんですね。じゃあもうここはもう皆さん常連の方はじゃあ家のように我が家のように過ごしてらっしゃるんですね。自由に聞きしてます。